山田真紀子が逮捕寸前です。そこで私が代わりを務めます。小野光子です。菅首相が東京王林の中止を発表します。菅義偉です。王林中止しまーす。王林中止私が私が決めました。王林は悪い話に まみれています。安倍前首相がとんでもないことを言いました。政治利用のためにオリンピックを利用してこともあろうに、福島はすべてが順調です、と。福島の原発事故から安心できる福島になるために、これから何をやっていくのか、全く見通しがありません。安倍のような 福島の被害を政治利用するやり方には100%合点が,がいきません。安倍のこれからについては逮捕の問題を含めてまだ決まっていませんが、安倍だけではありません。おりんに関係するものはもう一度足元を振り返ることが必要じゃないかと。おりん関係で何かまともなことは ありますかコストがかからないおりんにしますって言ってたんじゃないですかゼネコンや経団連を喜ばすだけのものじゃないですかボランティアは無給で組織委員会はがっぽり給与をもらうって何なんですかおりんを食い物にしたことを反省しましょう。現在の日本は安倍政権の コロナ対策の失敗で多数の国民が亡くなりました。コロナの重症者が止まりません。オリンピックを自民党の選挙に利用しようとずっとやってきました。そのために日本ではコロナ患者が出ていないことにするために PCR 検査をやらせなかったのです。橋本徹、小林義則などに 超賃薬をやらせて PCR 検査なんていらないと、この行かれた政策のために日本は東アジアのコロナの最悪の国として有名です。コロナで亡くなった日本国民に私はお悔やみ申し上げます。日本が大変な中で森、小泉、阿蘇そして安倍は 高笑いです。今日の会見はここまでとします。小野光子です。次の日程がありますのでここまでとします。